誰がするのか、まあ、一人一人やっぱりやられたとこはありますし、そういったところで一つのプレーだったり一つのまあパスとかディフェンス、そういったところに、まあ後悔が残るところが一人一人あったと思うので、やっぱりそういうところを一つでも少なくすることで、もっと楽に勝てるようになるのかなと思います。まあ、相手に4クォーター、まあ、最後のところでやっぱりこの1クォーターから自分たちがおろそかにしていた部分っていうのを突かれて相手のミスを止められて、それで自分たちも流れも戻って、まあ、自分たちで崩れていったゲームだなと思います。たくさん点取られたらなかなか試合には勝てないと思うので、課題はものすごくたくさんあると思います。逆サイドで俺らの声届かないから、何するにしてもいいけど喋って、でしゃべらないと3ピリやっぱいつもそのディフェンスが悪くて流れ持ってかれてるから、特に注意して。これで熊本は今シーズン初めての3連敗ということになりました。この厳しい状況が自分たちの成長につながるということを信じて、本当にハードワークしてくれたのが本当に唯一の救いでしたし、素晴らしい人間性を持った選手が揃っているので、下を向きたくなっても、まあ、みんながお互いを励まし合って、時にプッシュし合ってしっかり一つ一つやっていきたいと思います。B2 リーグ第10節ゲーム1、熊本ボルターズ対香川ファイブアローズの模様をお伝えします。上位浮上のきっかけをつかみたい、今ティップオフされました。これは奪いました、ウッドベリー、そして前に送って、ここも磯野のシュート、タワタリ、ここまで自分で行く、ケビン・コッツァーからウッドベリー、そして開いていた谷口のスリーは来ました。ここでボールを持ちます。試合終了です。香川が試合最終盤で逆転勝利、90対85となりました。チームとして、このゲームに対して掲げたプランがうまく遂行できなかったので、まあ明日もやることはそんなに変わらないんですけど、明日また、しっかりとエクスキューションできるように取り組んでいきたいと思います。昨日はリードするチームが26回入れ替わるという大接戦でした。今日もここ熊本県立総合体育館から B2 リーグ第10節ゲーム2、熊本ボルターズ対香川ファイブアローズの一戦お伝えします。実況は今ティップオフされました。最初にボールを持ったのは白のユニフォーム香川です。磯野に指示を出していました。中にいた磯野、そして田渡へ、中野、コッツァーはインサイドから詰めていきました。ここは外へ、ウッドベリー、ミドル2は来ました。ウッドベリーの2ポイント、これで第2クォーター終了です。ウッドベリーボールをキープ、寄っているケビン・コッツァーは決まりました。さあ残り 3.8 秒、2点差です。そしてここはかわして山本翔太、ここで試合終了。まあ、1クォーター出だしから自分はとにかくアグレッシブにいくことを意識してアタックしていったんですけど、まあ、それもコーチに両アグレッシブにいくことがいいところだっていうのを常々言ってもらっているので、やっぱそれは自分が出ている限り続けていかなきゃいけないなっていうのをコートに入って挑んだんですけど、まあ、それでもなかなか自分の判断ミスだったりとかで最初はなかなか得点が伸びず、相手にタフショットを決められ、少しリードを許したんですけど、後半は、出だしから、ガードを上里が頑張ってくれて、ウッドベリー選手もどんどんアタックして得点を決めてくれたし、チーム全員で、グッチさんもそうだし、カツオもそうだし、ディフェンスから、リードを奪ってくれて、それが勝ちにつながったんじゃないかなと思うし、チーム全員で戦えた、試合だったんじゃないかなと思います。チームが大変な状況の中でチーム一丸となって勝利できたことは本当に素晴らしいと思います。特に今日は怪我人プラスウッドベリーがファールトラブルになった中で全員で我慢してよく勝ち切ってくれたなと思っています。よりベターになっていかなきゃいけない部分はたくさんありますので、引き続き、怪我人が戻ってきているわけでもないですし、大変な状況は変わらないので、チーム全員一つ一つ乗り越えていけたらいいなと思っています。はい。
今日は B2 リーグ第11節熊本ボルターズ対山形ワイバンズお伝えしてまいります。場所は熊本県立総合体育館です。西地区3位の熊本、3位同士の対戦、まもなくティップオフです。神里、その神里の3は来ました。3試合ぶりスターター起用の神里、ウッドベリーからコーナー磯野の3決まった。谷口、磯野、この5人がコートに入っています。第3クォーター、神里、そしてコッツァーのジャンプシュート決まりました。厳しい状況ですが、まあ、明日のゲーム2にもつなげていきたいところ。さあここに山田が寄っていく、山田が寄っていく、ただ神里、そして総シリフ決まりました。カーター、ここはペイントエリア、打っていったボール拾ってウッドベリー、さあこれで試合終了です。出場出場。フラッシュって言ったの。フラッシュなんだ。グッジョブ、グッジョブ、グッジョブ、グッジョブ。いや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 。じゃあ福島のゲームに似てるかなと思って、相手のシュートが全然入んなくて、でそれでこっちがこうグッジョブして、それが入るかもしれないし、入った時に逆にディフェンスプレッシャーかけられて。When they start making the shots and they pressure us with the harder, then we are struggling to score. We haven't win two games in a row at home. So we gotta. 相手の3番のジェームズ・ベル選手は、まあ、その非常にアタックが得意な選手ですし、まあ、彼にボールを運ばれると何ですか、山形の。バスケットのスピード自体も上がってくるので、まあ、個人的にはそこをしっかり抑えるようにという話はしてましたし、まあ、チームとしてディフェンスリバウンドのところをしっかりまあ取り切れたというところは非常に大きかったんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、全体的に、まあ、引き締まったゲームができたと思うんですけど、4クォーターの入りの方でちょっとまあ気が緩んだせいか、ちょっとスリーポイントからとか流れが悪くなった部分があったので、そういったところもしっかり引き締めて、もっと点差を離せて、楽に勝てるようにしていきたいなと思っています。昨日でシーズンも20試合を消化、これから中盤戦に入っていくということになります。今日は B2 リーグ第11節熊本ボルターズ対山形ワイバンズゲーム2の模様をお伝えしてまいります。さあまもなくゲーム2ティップオフされました。磯野が拾っています。熊本攻撃へ、ウッドベリーの3決まりました。このリバウンドコッツァーが拾っています。さあ早い展開、山本翔太3は来ました。山形出身山本翔太、田原が握って、ここで試合終了の笛です。熊本と山形のゲーム2は76対63、山形が勝利、1勝1敗にしました。まあ、昨日から勝ってはいたんですけど、相手のバスケットをやられて相手がシュートが入ってなかっただけで、やっぱりそれのシュートが入り出して、まあ、今日の敗戦につながったのかなと思います。シュートっていうのはもう本当に打たないと入らないですし、やっぱり入らない時ももちろんあると思うんですけど、やっぱりそういった中で打ち続けて確率を上げるっていうのはもちろんそうなんですけど、やっぱりどういったこう場面でシュートを打ったのかっていう方が大切だと思っていて、富山さんが掲げているこう原理原則のオフェンスの上でノーマークで外したのならいいと思うんですけど、やっぱりそうじゃないこうタフなショットであったりとか、やっぱりそういったところは変えていかなければいけないかなと。
D2 リーグ2022-23シーズン第12節、熊本ボルターズ対越谷アルファーズゲーム1です。さて今節の試合はここ熊本県益城町にあります益城町総合体育館で行われます。かつてホームアリーナとしてここを使用していましたが、6年前の熊本地震で建物が被災し、その後建て替え工事が行われ、今日6年8ヶ月ぶりにこのコートに帰ってきました。さあその熊本地震の被災地、被災者に向けて今両チームの選手から黙祷が行われます。さあ今日はこの選手たちのマッチアップにも注目します。さあまず越谷のポゼッションで始まりました。ここはテンポの速いパス、そして本村決めました。17点リード、大きなリードを奪った越谷、ここで試合終了です。熊本地震から6年、この町にバスケのにぎわいが戻ってきました。今日も熊本県の益城町総合体育館から B2 リーグ第12節熊本ボルターズ対越谷アルファーズのゲーム2をお伝えします。今日はチケットが完売、満員の益城町での試合です。6年8ヶ月ぶりの熊本のホーム試合、ゲーム2はどんな展開になっていくんでしょうか。まもなくキックオフです。さあ先にボールを握るのは越谷です。残り10秒切る、マサはここで最後シュートを打っていった。2ポイント決まりました。これで第2クォーター終了です。Short closeouts on them. If they shoot over you, that's fine. やっぱり何秒とか最初の何秒でやっぱ打たれちゃいけない人に打たせすぎてるから、こうでも後半フィックスできるからちゃんと直そう。逆サイドで俺らの声届かないから、何数にしてもいいけど喋って。 We can not hear voice from the benchそうブルーでもいいしホワイトでも何でもいいから、とにかく全員が今何やってるのか共通理解で、どうなのかマンツーなのかを含めて、でしゃべらないとサンピリやっぱいつもそのディフェンスが悪くて流れ持ってかれてるから、特に注意して。上里から山本翔太、ここは外角、外から中へドリブルでいくキックアウト、上里のスリーは来ました。上里なごむ。さあウッドベリーから山本つなげていく、山本翔太のスリーは決まりました。103点を奪った越谷が今第4クォーター終了の笛、試合終了です。103対89、大差をつけて越谷が2連勝。これで熊本は今シーズン初めての3連敗ということになりました。103点取られたらなかなか試合には勝てないと思うんで、オフェンスで自分たちがやりたいようなことはほぼほぼできてたし、今シーズンでも一番良かった方じゃないかなとも思うし、まあ、相手越谷さんディフェンスがすごく多分失点もすごい少ないチームで、そこを相手にこれだけ自分たちが目指している得点の取り方っていうのができたっていうのはポジティブなことだと思うんですけど、103点これだけ取られるとどんなオフェンスをやっても勝てないと思うので、課題はものすごくたくさんあると思います。自分自身やっぱりどの選手よりも、まあ、この2日間っていうのはやっぱり個人的にも勝ちたかったですし、まあ、お世話になってた先輩方にこう益城で試合できる喜びっていうのをやっぱり自分が受け継いだ分勝ちたかったなっていう気持ちが多くて、まあ、でもやっぱりここで、まあ、負けてはしまったんですけど、こう試合できてこれだけのお客さんに見てもらえたっていうのはとても嬉しかったです。
B リーグ 2022-23 B2 ライシングゼファー福岡対熊本ボルターズの一戦、相性のいい福岡戦、エースなのみんなでカバーして連敗を止めたいという今日の熊本です。ティップオフ。さあまずは福岡がボールを奪いました。福岡のオフェンスゲームから今日の一戦始まっています。本村から山本からのパス、ベンジャミン・ローソンが最後両手ダンクです。ショットクロック10秒切っています。第2クォーターの時間、リメイニングタイムもう残りわずかで、このスリー落ちた。そしてこれブザーが鳴りました。第2クォーターこれで終了ということになりました。そして早い攻撃になった。わあ素晴らしい、ケビン・コッツァー、山本修介、大きく左へ展開、本村からソー・シェリフ、ここはもう行きません。ここで試合終了。これで熊本は連敗を5でストップさせています。イエーイ、まあ、チームは結構やっぱり苦しかったですよね。試合に負けたっていう事実も苦しいですし、怪我人が、出たりだとか、前節でもまたウッドが怪我しましたし、怪我や風だとかコンディション面でも整わなくて、非常に苦しい思いをチームはしていて、ボルターズレッドの皆さんはこう勝利する姿を見たいと思うので、そこにこの勝利を届けれないっていうことがやっぱり、まあ、僕もそうですし選手たちもすごく本当に心を苦しめていて非常に難しい状態だったんですけど、まあ、それでも本当に、選手たちがこうチームが全員健康になった時により、自分たちがステップアップできるように、まあ、全くもって雑にならないで一つ一つ丁寧に厳しい状況が自分たちの成長につながるということを信じて本当にハードワークしてくれたのが本当に唯一の救いでしたし、また本当にそういう素晴らしい人間性を持った選手たちが揃っているので、きつくなってもこう 下を向きたくなっても、まあ、みんながお互いを励まし合って、時にプッシュし合って、なんとか戦っているという感じです。